国会の本会議場でやることか。品がない。共産党席から強烈なヤジの嵐。いわゆるコラボ問題。ついに国会の議場で質問へ。でも、共産党さん、税の使い道無駄遣いは監視をして正していくのが共産党さんの強みだったんじゃないでしょうか。はい、こんばんは。参議院議員の音喜多駿です。チャンネル登録や高評価、コメントでの応援をよろしくお願いします。1月の27日にこちら収録しております。本日参議院の方で代表質問の2日目が行われました。で、この最初の所信表明演説に対するこの代表質問というのは非常に格式が高いところですので、 NHK のテレビ中継も行われて、各会派からですね、代表者が質問するんですけども、我々日本維新の会から参議院では浅田仁参院会長、もうトップがですね、出てて25分間時間いただきましたので、マクロ経済政策や行財政改革、統治機構改革、まあ、こうしたものについて様々ご質問させていただきました。この全文も後でブログに載せようと思いますけども、まあ、そのうちですね、まあ、もちろんこれ25分のうちの一部分ですけど、まあ、1分間程度使いまして、まあ、いわゆるですね、コラボ問題と言われる、まあ、若年被害女性と支援事業、この、これもやっぱ国庫から税金が出されている事業ですから、増税の前にまだ無駄遣いを徹底的に見直すという観点から、一つの重要な問題であるということで、今回これは国会の本会議の質疑で取り上げさせていただきました。まあ、もちろんこの部分の原稿は私がしっかりサポートして書かせていただいて、浅田会長に読んでいただいたわけでありますけども、はい。で、先ほどですね、もうこの1個前の動画で、YouTube チャンネルもこの総理の答弁も含めて、その質疑のやり取りを載っけさせていただきました。そしたらもうすごかったですね、この質疑の時がね。まあ、共産党の席からヤジの嵐。いや、政府与党に対するヤジじゃなくて、質問している我々日本維新の会に対して、もうめちゃくちゃなヤジがね、このコラボ問題について、追求している、浅田さんとかね、まあ、僕の方にも聞こえるように言ってくるわけですよ。で、まあ、ヤジはね、ちょっといくつかご紹介させていただきますと、国会のね、なんか都議会でやればいいだろう、そんなこと、東京都の話だろう、みたいな。国会の本会議場でやることが、でもよりによっては本会議でやるのか、みたいな、なんかことをね、言うわけです。なんか代表質問っていうのはかなり格式が高いですからね、そういう意味でやられたく、もう単にやられたくないんでしょうね。本会議場でやることか、って。ただまあ、本会議でやるかやらないか、ことが重要か重要じゃないかっていうのは、それはまあ価値観の問題ですから、まあ、いろんなご意見あると思いますけども、もう一個結構あったら、品がないぞ、みたいなことをずっと言ってて、品がないって。別に質問も見ていただければ分かりますけども、なんか口じゃなくですね、今日なんか立憲さんの質問で盗っと竹田しいとはこのことだみたいな、すごい過激な質問して結構問題になってたんですけども、まあ、そういう過激な言葉遣いもしていませんし、ただ淡々とですね、東京都の住民監査請求でこういう不当な会計があるということが任用されたと、認められたと。この時代やっぱ公金がね、厚労省の支出で税金が出てるわけだから、この問題は総理はどう責任として捉えてるのかと、まあ、いうことを、至極ね、当たり前のことを聞いた。そしてもう一つは、この利益相反、この有識者会議の中に、やはりこの自分たちの事業や、自分たちに必要な制度を、そしてその予算付けっていうのを要望している、この有識者会議があるけども、これは利益相反の観点から、そして外形的公正性の観点から、問題はないのかと。まあ、いうですね、この2点、きっちりとですね、エビデンスがあるですね、そしてこの多くの方が疑問に思っている点について、淡々と、今回は質問しただけであって、何も品がないようなことをしてないんですけども、品がないぞとか言って、ね、すごい絶叫してるわけですよ。ちなみに私の席は共産党さんの席の隣なんで、ヤジは非常にクリアに聞こえておりますので、聞き間違えてるということは、ありません。あと誰が書いたんだよ、この質問とかですね。で、一人しかいないぞとか言ってたら、共産党さん笑ってたんですけども、まあ、この質問は私が書いて、浅田会長に意見具人したというものでありますけども、まあ、こうしたことで、質問をさせていただきました。で、本来的にね、この税の使い道を正して行政監視能力が高いということが、共産党さんの強みなわけですよ。で、政府与党の方にね、そんな税の使い道で、不適切なものがあった。あるいは東京都の方も、共産党野党ですから、東京都の税金の使い道で、不当なところがあったってことになったら、いの一番に共産党がね、いつもだったら追及して、おかしい何やってんだと、もうその税金の無駄遣いがあるじゃないかと、もうこんな政府にはこんな東京都知事は任せておけないとか言ってですね、いの一番にこう吹き上がるはずの共産党さんが、どういうわけかこの問題については完全に擁護に回ってると、不思議なことがあるもんだなと、まあ、いうふうにね、なんか私はつくづく思いますね。ですからこういうところにね、やっぱしっかり逆に私はやっぱりメスをしっかり入れていってですね、で税の使い道のやっぱりこれは無駄を正していく、そして事業に偏りがないようにしていくと、まあ、いうことはこれはもう当たり前の真っ当なことですから、まあ、俺はやっぱりしっかり今後も国会とそして都議会の方でも連携してですね、しかるべき話でしっかり取り上げていかなきゃいけないというふうに思い、気持ちを新たにしたところであります。で、肝心の総理の答弁といたしましては、
まずこの有識者会議の方はですね、まあ、適切に行われていると、運営されていると、承知していると、まあ、いうことで、いわゆるゼロ回答、だったんですけども、まあ、これはもう想定内といえば想定内で、まあ、あれ野党の質問でね、まあ、政府が自分、いきなり自分の過ちを認めてね、いや、ちょっと偏りがありましたんで、是正します。なんてことはね、絶対言わないわけですよ。なかなか自分の非は認めない。でも、こういうことをちゃんと追及して、釘を刺しておくと、次のその審議会委員が入れ替わるタイミングとかですね、任期満了とかですね、まあ、スッとこう、そういう委員さんを入れ替えたり、ということはやっぱよくやるんですよね、東京都も国についても。なので、やっぱそういう対応、まあもちろん、非を認めて入れ替えるっていうのが一番いいんですけども、まあ、セカンドベストとしてはしっかりこういうことを、ちゃんとエビデンスに基づいてね、これやっぱりこの発言とこういうのは利益相反と疑われても仕方ないんじゃないかと。で、それ利子に冠立たさずで、審議員のね、この構成メンバーっていうのはちゃんと、説明可能なものに、外形的構成性が、説明できるものにすべきじゃないかということを打ち込み続けていけば、それは、しかるべきタイミングで変わる可能性がありますから、これはしっかりと今後もやっていきたいということ。それもう一つのこの、不当な会計が認められたということについての責任はということですが、これは総理からですね、いや、適切だったとかじゃなくて、まあ、2月28日まで、この再調査が行われていると承知をしているので、それを踏まえて対応する。踏まえて対応するということなんで、まあ、これはちょっとね、一つ答弁として獲得、取れたかなというふうに、要は、国としてはちゃんと、そういうことがあって、それ再調査をしていて、で、その結果次第によっては、きちんと対応しなければいけない、という認識を持っているということは、総理が本会議場で答弁したわけですから、まあ、これは一つの大きな前進ではないかなというふうに思いますので、まあ、ますますこの2月28日までの東京都の再調査結果ということの、価値が問われてきますので、まあ、東京都議会議員とも連携して、しっかりと注視をして、その結果次第によってはですね、さらなる意見提案、この改善策、政策、具針をしていかなきゃいけないなというふうに思ったところであります。まあ、いずれいたしましても、今日は午前中に質問やりまして、お昼にすぐ動画上げたら、たくさんの方に見ていただいて、またご意見いただきまして、ありがとうございます。で、これからはですね、ちょっと来週から予算の審議で入りますので、ストレートにちょっと、この事業だけをですね、すぐ、毎日のようにやるとかですね、毎週やるっていうことは難しいと思いますんで、ちょっとこのスピード感とかね、物足りなさを感じる方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、2月28日までに再調査結果も出るというところですから、まあ、しっかり私も、ちょっとなかなかね、皆さんに、お見せできる部分も、お見せできない部分もあると思うんですが、しっかりこう、まあ、水面下というかね、ちゃんと普段の日常から関係各所とですね、やり取りをして調査を進めて、まあ、しっかりこの問題に決着をつけて改善ができるようにやっていきたいと思いますので、まあ、厳しい目で見守っていただいて、よろしくご指導ご鞭撻いただければと思いますので、またこの YouTube チャンネルにもチャンネル登録や高評価コメントで応援いただければ大変幸いですので、よろしくお願い申し上げます。それではまた明日、さよなら。